どうも、クジクジ部長のトメです。今回なんですけれども、こちら、コスパ抜群、エレコムのドリップスケールを紹介したいと思います。まあ、エレコムさんというと、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、電子機器とか、イヤホンとか、マウスとか、有名なメーカーですよね。日本のメーカーさんなんですけど、このエレコムさんが、ついに、ドリップコーヒーに適したスケールを発売されたということで、今回はこちらを徹底レビューしていこうと思います。ドリップスケールといえば、タイムモアさんとかのドリップスケール有名ですよね。まあ、これ結構コスパ良くて、性能もむちゃくちゃいいので、使われてる方すごい多いと思うんですよ。スタンダードな機能が十分に搭載されてるので、すごい便利で、しかも価格も安いので、これで正直十分だなと思ってたんですけど、ちょっとね、今回のこちらのスケール、やばいです。さらにむちゃくちゃ便利な機能がついてるんですよね。タイムモアさんのスケールと比べてどう違うかっていうのに関しては、また別の動画で忖度なしの比較動画を明日あげますので、今回の動画で購入まで踏み切らない方は、ぜひ明日の動画も見てみてください。今回は徹底レビュー動画になりますので、まずはこちらのデザインと機能性のところを見ていきたいと思います。では早速、行きましょう。それではデザインと機能を見ていきたいと思います。まずはデザインから見ていきましょう。こんな感じのブラックのスケールになってるんですけど、どうですか？かっこいいですよね。で、このスケールの特徴は、こちらが測れる部分になるんですけど、ここが少し出っ張ってるんですよね。実際にサーバーを載せるとこんな感じです。これハリオさんの01サーバーなんですけど、こんな感じでちょうど乗るぐらいですよね。02サーバーの方を載せるとちょっとはみ出るぐらいです。なので乗り切らないサーバーとかはあんまりないんじゃないかなと思います。で、スケールによっては全体で測れるスケールとかあるじゃないですか。これに関してはこの上の出っ張ってる部分だけ重さを測れるようになってるので、ここで重さを測っていただくんですけど、全体で測れるものに関しては極端な話、この辺に置いたりとかこの辺に置いたりするとちょっとグラムが変わっちゃったりするものもあるじゃないですか。これに関してはもうしっかりとどこに置いても誤差なく測れるというのが一ついいところかなと思います。では機能の方を見ていきたいと思います。機能はめちゃくちゃシンプルです。ボタンは3つ。こちらの電源ボタン、モードボタンで、こちらがスタートボタン、ストップボタンで、こちらのセットボタンですね。まずは電源つけていきます。早いですよね。立ち上がるのが結構早いのがまたいいポイントかなと思います。乗せてみるとグラムが瞬時に測れるという感じですね。で、このボタンを押すと0になると。で、スタートボタンを押すとタイマーがスタートすると。これが基本機能なんですけど、今聞いていただいた通り、最初の5秒カウントしてくれるんですよ。30秒になった瞬間にもう一度音が鳴るんですね。で、これで30秒になったら音が鳴ります。というふうに30秒ごとにこのカウントが始まるんで、また1分になったら鳴ります。いきます。また5秒カウントしてくれるんですよね。こういう風にドリップの進行状況を音でアナウンスしてくれるんですよ。この音の機能でいいなって思うところは、あくまで目安の音なんですよ。30秒ごとにこう音が鳴ってくれるんで、なんかこう焦らないですよ。ああ、なるほど。うん。完全に音で自分の登録したレシピをサポートしてくれるスケールとかもあったりするんですけど、それだと若干焦ったりするじゃないですか。うん。ちょっとこう縛られてる感があるというか。うん。慣れちゃえばね、もう全く同じレシピを作れたりするんですけど、ちょっと焦ったりするんですけども、これはもう30秒経ったら鳴るっていう風な決まりが決まってるので、目安として使えるなっていう。1回鳴ったらこう、2回鳴ったらこうっていう感じで、なんか簡単に覚えれるような。うんうんうん。あ、知らん間に1分半経ってたみたいな時あったりするから、ドリップやってるとそれがなくなるという感じです。で、この音の機能いらんやんけっていう方もいらっしゃると思うんですよ。うん。消せます。大丈夫です。あ、そうなの。はい、安心してください。消し方は一回電源を切っていただいて、このスタートボタンのところを長押しするとボリュームが今3ってなってるんですけど、こちら押していただいたらオフになって、ボリューム1、2、3と、大きさも選べるようになってますね。今回3でいきたいと思います。で、もう一ついい機能があります。オートタイマー機能です。今こちらがオートタイマーモードがオンになってる状態なんですけど、この状態でドリップをスタートするとタイマーが勝手に始まってくれるんですよね。つまり重量を検知したら勝手にスタートしてくれるんですよね。ちょっと指で押さえてみましょう。で、スタートしてくれると。早いですね、これ。おお、確かに
今一瞬で感知してくれたよね、うんうんうん、っていうところもいいポイントかなと思います。このオートタイマーモードってついてるものも少なくはないんですけど、ちょっと遅いやつが多いんですよね。あ、そうなんや。うん、でもこれめちゃくちゃ早い。だからこの電子機器を作り慣れてるエレコムさんだからこそ実現できてることですよね。ちょっと細かいところにはなるんですけど、こちらですね、はい、これが重要なんですよ。スケールで丸小マークと言われるんですけど、簡単に言うとちゃんとしたスケールですよっていう風に認められてるマークです。これがないと商用利用とかできなかったりするんですよ、本来ね、うん、なので一応スケールとしての軽量機能に関しては基準は合格してるという感じなんで、正確性は問題ないんじゃないかなと思います。で、実はスケールって同じ日本の中でも地域によってちょっとグラムが変わったりするんですよ。あ、そうなの。うん、なんですけどそれも選べますと。はい、こちらを長押ししていただくと地域が選べますと。僕らは大阪なので地域5になるのでこのままでいいんですけど、地域が実は1から9まであって全部違うんですよ。でそれを簡単に設定できるという感じになりますね。なるほど、まあ、どの地域に該当するかに関してはホームページ見ていただいたら全部しっかりと載ってますので、その辺も安心なところですね。すごいな、めっちゃ細かいな。細かい、日本企業ならではって感じじゃない。いや、ほんとそうやな。あと細かい話で言うと、日本だったら自動で電源がオフになってくれるんで電池が消耗するっていうことがないですね。あとこれ充電式じゃなくて電池なんですよね。なので充電式のものより長持ちすると思います。単4電池になるんですけど、それがこちらのスケール購入していただいたらついてますんで、それを入れていただいてすぐに使えるという形になってますね。あと細かいところで言うと、保証期間が1年しっかりついてるっていうのと、あと質量、電池除いて 260g なんですよ。軽いんですよ、タイム前より軽い。これちょっとびっくりした点ですね。性能良くてこんだけ軽くてデザイン性も良かったんで、結構僕評価が高いんですよ。ちょっとだけ便利やなって思ったところは、ここフックにかけれるようになってるんですよ。フックにかけれるんでキッチンとかにかけとけるっていう。はいはい、意外と便利じゃんそれ。便利な人にとっては便利だと思う、うんうん、軽量に関しては 0.3g から 2000g まで測れるんで、こんだけ測れたら問題ないでしょっていう感じですね。まあ、グラムによってね若干誤差っていうのは変わってくるんですけど、これはまあどこのスケールも大体同じような感じかなと思います。まあそんな感じで今いろいろと話しちゃってややこしくなっちゃったんですけど、機能としてはめちゃくちゃシンプルに収めてくださってます。使いやすい、ややこしくないっていうところを今から実際に抽出して皆さんにお見せしていこうと思います。では抽出していきましょう。はい、それでは抽出していきたいと思います。まずは電源オンにしまして、豆を測っていきたいと思います。ゼロにして、今日はスターバックスさんのハウスブレンドで抽出していきます。では測っていきます。今日は 18g 測ります。早いですね、結構。うん、グラムも 0.1g 単位で測れるので結構性能はいいんじゃないかなと思います。今回こちらを中細引きに引いております。今回蒸らし30秒、出来上がり 200g で抽出していきたいと思います。で、オートタイマー機能もついてるんですけれども、今回はせっかくなんで使ってみましょう。オートタイマー機能では注いでいきます。まずはこのお湯が落ちたタイミングですぐにタイマーがスタートしてくれるかを見ていきます。ではいきます。お、早い、結構すぐに反応してくれましたね今。うん、いいんじゃないですか。次の注目すべきポイントは30秒になったら音が鳴り始めるところですね。じゃあ30秒間蒸らしが終わったので注いでいきます。次の注目するポイントは30秒間隔でまたアナウンスしてくれるので、1分になったら音が鳴り始めます。で、熟調式、僕のいつもの入れ方でいくと1分超えたぐらいからお湯を少し太めてあげますので、ちょっと太めてあげたいと思います。じゃあこの辺で注意は止めておきましょう。ちょっと出来上がりの時間早くなってしまったんですけれども、ここで抽出終了です。はい、出来上がりでございます。ではこちら飲んでみたいと思います。
それでは入れ終わりましたので、皆さんでサルー。ああ、美味しい。美味しく出来上がってますね、うん、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのエレコムさんのドリップスケール、最近新しく出たドリップスケールなんですけど、今回案件とかそういうのではなくって、本当にコスパが良さそうだなと思って実際に使ってみたところ、本当に良かったと、まあ、そういった検証結果になりました。もう少し詳しい情報などはホームページにしっかりと載っておりますので、気になる方はぜひ概要欄のホームページから見てみてください。大事な値段を言ってなかったんですけど、こちらのお値段ですね、ホームページ見たところ、税込み7689円、安い。コスパ的にはむちゃくちゃいいかなと思いますので、気になる方はぜひ調べてみてください。明日こちらのスケールとタイムモアさんのスケールを比較した動画も上がりますので、そちらも参考にしていただければ幸いでございます。この動画がいいねと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。コーヒー好きが集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども運営しておりますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。